代における主人公が過去や未来にタイムスリップし、いろいろなことを学び、次へ向けて努力することを決意して帰ってくる、そんなストーリーとなっております。踊り子一同、精一杯参りますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なお、この演舞、途中で踊り子がじゃんけんをするところがあるのですが、お客様との距離が非常に遠くて見えないかもしれませんが、ぜひ踊り子と皆さん楽しんでいただけたら幸いです。それでは参ります。時空を超えて進もう、タイムコンパス。ああ、全く嫌になる。現代はどうしてこうも僕を認めてくれないのだろう。
はい、ラフリームの皆さんありがとうございました。続きましてエントリー